お侍、お頼みしたいことが。どうした？私はしがないクス氏で、野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですから、お守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。病の話がまことならばすぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。よく駒田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクス氏のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く、丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクス氏を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早く食い物をよこせ。そんなものはない。一緒だ。勝負しろ。お前を殺せば名を残せるかも。かような時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。いともたやすく人を斬るとは。斬らねば民が死んでおったぞ。賊といえどもまずは話し合うべきです。話し合うだと？それならばなぜ俺を頼った？お許しを。私は治すことしか知らぬに太刀は持てません。ちょっとクス氏だ。
こっちに来ておくれ。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない、俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。カゴは空だ。藁の束。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クス氏に知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここに俺、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか。あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。なぜ池のそばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。
こちらです。ハンゲはあったか？ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせておる。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる？もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか？口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか？ええ、半下さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。開けろ、ロブ。
わさっとだ。ラッション。かような最後があろうか。お守りくださいます。神様がお守りくださいます。
酒井様、いい日和です。終わりなき戦に苦しめられた町、悪しき鬼に狙われたせい、畑は全て荒らし、民の家にはならず。信じてよ、いとこの知り合いが見たって。嘘に決まってる。菅笠衆は菰田の浜でみんな死んだんだよ。いつどこで見たのか。病にかかったの。街道沿いに置いてあるのは、あいつらの袴を着た野草だろ。でも本当だったら、あの侍の力になれるかも。あんな連中が人のために動くとは思えないね。もうこの兵器は大地を引き裂き、人を殺す。剣士、何をしておる。ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした。いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと。お前の畑なのか。あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ。数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか。それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなけりゃ。何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから。畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。そもそもお前はなぜここに。あなたの仲間だと知られてからどこもかしこも危なくてね。偏僻なとこなら安全だと踏んだんです。あの子の鳴き声が聞こえる。まだ生きてる。
爆弾を投げたんだ。まさか素手か。ああ、何かに当たるまで炎猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。 お前の策とは奴らを怒らせることか。まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです？あし？あなた？お前と俺といつも何かに入る羽目になるな。名案でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様、来ましたよ。ブディキンタルキンタッチ。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスター・モリガフ。待て待て、あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマツァッ、モルピクニクボッソ。開いた。まさかうまくいくとはな。Just ready. Bosho, Bosho. Yeah.
信じられん。助かったぞ。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？全てあいつが撒いた種なんです。猛虎と取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。猛虎に食い物を売ると言って、わらと木くずをやってみたんです。儲けるためか？畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか？こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の門が捕まって。食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか？え、いや間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では達者で。体に火をつけて猛虎の火薬に飛び込め。しっ、よし。戦場で拾われるとは。おじ上は何と言うだろうか。
仲良くやっていこうな。勝負しろ。侍、恐ろしいことです。どのムクロも血が出ておらんな。何があった？疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず口にしてしまったようですな。むごい死に方だ。埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。任せろ。そやつは急いでここを離れ助けを求めに行ったようです。生きておればクスシに見せるが、死んでおればムクロを燃やす。病人が助けを求めているが、クスシは来られそうにない。
僧に知らせてやるか。お主の苦しみ、奴らにも必ず。一番手は誰だ。向こうから煙が見えました。ありがとうございます。病は抑えられるのか。後ほど井戸を封じて誰も水を飲めないようにいたします。さあかかってこい。助かりました。
様だったのか。見た目はそうだ。それだけじゃ分からない。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。磨き上げましたよ。ではその太刀が錆を散りません。昨日はどこ行ってた。気持ちを入れ替えられると。鎧を仕立て直しましょうか。もう鍛えられません。これで安全です。これ以上は鍛えられないようです。クロードたちは大きな災いから対馬を救ったといいます。いかなる敵を相手にしても前より増えた。いい子だ。雄三は墓におるはず。おう、来たか。それじゃあ飯をぶん取りに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。
七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろし術も。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。失敗したら俺の仇を撃って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。내게 멋있어. 先に行っておれ。아트쩍다치하루야선배
네게 뭐 했어? 어이, 너 그치 안 가! 合図してやらねばな。やぐらの火が見えるはずだ。頼むぞ、龍蔵。
いかがでしたか。ここじゃないな。あっちはさっぱりだ。ほら、食料を運ぶんだろ。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったよ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に猛虎の小舟がある。猛虎の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すほどじゃねえな。弓兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行くぞ。柱、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出したんだけど。またいずれ話そう。死なずに済んだらな。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。あとを忘れたのかよ。 A の相手をするな。猛虎の船に乗り込むんだろ。行くぞ。
で最後だ。モーコの船に乗り込むんだろ。急がねばならぬ。貝を持て。誰も船を狙ってこなかった。お前の手下が気を引いたのだ。食い物を探そう。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。いいさ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船か。聞こえたか。4人、いや5人がいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ、急ぐぞ。弓はあるか。お前は。
手が来た。殺せ。次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。Negium. これは何だ？蒙古の兵略図か。龍蔵と話そう。手立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食いもんは奴の腹ん中だよ。どうぞ。ほんとに。実証、俺たちの食いもんが。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。行くぞ。
見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が乗ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。ユナにまた会わねば。ユナに話を聞いてみねば。刃の切れ味を鮮やかにいたしましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。助かった。これで我らも。
何かご入り用でしょうか。目が効きますね。またお越しください。金、材木、布を扱います。恐れながら数が足りませんね。さあどうぞ。うまく使わせてもらいましょう。いろいろと使えそうなものです。お目が効きますね。恐れながら数が足りませんね。お達者で。侍さん、一人だけ生き残るってのはどんな感じなのかね。猛虎勢に立ち向かうの一人。猛虎が戻ったらどうしよう。あの人が野営を叩いて守ってくれる。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロード殿。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさん。叔父上が自由になれば皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。石村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとやもめの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。バカになって、話は後で。高井様、打ち終わりました。お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？
手前で試しました。オオサメを、鍵縄です。良いものだな、狩りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？竜像。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。四方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。おじ上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。おじ後も囚われのままだぞ。場所は矢立取り手の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか。ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上、いかにして助けるつもりだ。戦えるやつはまだ残ってる。近くの四筋で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか。補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ。それがどうかしたのか？覚えてるか。武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で撃ってきて腕が折れかけたぞ。すまん。初の試合であったゆえ、つい浮かれてしまったのだ。そうだろうさ。あの刀比べで地頭様の甥子に皆会いたがった。そんなつもりはない。生まれのいいお前と違って、俺はあの刀比べで腕前を見せて、どこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。お前、お松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か？ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと？俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても、逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は？よし、落ち着いてくれ。時期暗くなる。出立はできそうか？手立ては道中で話そう。よし、てめえら行くぞ。
盾取りで仲間はあそこに捕まってる。どうやって救い出す？どうやって策を出すのはお前の役だろう。うん、砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけばのろしを上げる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。飛び越えられぬか。鍵縄を使えばいけるはず。うまくいった。使い手があるな。手前の岩場に渡れそうだ。杉笠衆はどこだ？本当に歌っておる。檻は散らばっているようだ。댄 내게 뭐 있어? 이거 집에 쉬어야지.
コモダで死ぬかと思った。無事のようだな。ええ、なんとか。あ、どうやって入った。戦に備えろ。合点だ。Ah!
いつでも来い。門を開けねば。迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ、拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。よしてめえら馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。Oh.
血を抜け。速達をやって、うん、決して無駄にはせぬぞ。加減はせんぞ。さあ、侍の技とやらを見せてみろ。侍様、お譲りいただけるものはございますか。うまく使わせてもらいましょう。また来よう。ここで良い知らせをお待ちしてますね。後ろを取ってたらしい。それから何もわからないまま賊は死んだって聞いた。お手伝いできることは。すぐに二人目もやられた。もうこう島に長居するんだろうな。そうか、対馬は高麗と本土の中間だ。ここを拠点にして海を通して本土を襲うつもりだろう。名
酒井様。昨日はどこ行ってた。気持ちを入れ替えられる。鳥を見てるとここで起こってることを忘れられる。ひとときだけでも。俺も行ってみようかな。だったら鳥を見つけて追えるとこまで追いかけてみる。あなたこそ誠の勇士。終わりなき戦に苦しめられた町。様は生きてる。死んでるなら、猛虎は自分の亡骸を今に作るか、見せしめにしまうだけの。行善様のお話、聞いたことある？あの男の方が、いつも新しい話を。怪我をする前にやめておけ。お侍には見苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねば、さらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた。
猛虎勢の砲を下ろした戦船に。二隻あるな。兵も大勢乗っていよう。勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう。船に乗れ。ありがとうございます。兵の相手は任せろ。どうか娘のことを頼みます。待っておれ、すぐに戻る。マキに違いない。おい、武道家靴張った。逃がしてやる。マキか。はい。父親が船で待っておる。ついてこい。こんなところまで来てくださるなんて。みんな死んでる。死んで当然だ。ええ、ですが夢を見ているようで。一番手は誰だ。どうしよう、トルキン。あっちベリー。
と、ただいま。生きててくれたか。浜に戻るぞ。承知しました。もう安全だぞ。何日も死ぬ思いだった。何日も待たせてすまない。二人とも休め。それからどこかにかくまってもらえ。仰せの通りに。そうします。これからどこへ行くの？お前は心配しなくていい。噂によると浜にあるムクロを片付けてる人がいるらしい。危ないわよね。そりゃ危ないさ。でも対馬のお侍様を野ざらしにしておくわけにもいかないだろう。欲しいものは強い酒とうまい飯と休息。おなごも。
走れ、ロブ。撃ってこい。 Moon by Scarza. Set them back.
海賊から救ったのです。お侍、どうぞこしらへ。面白い話を知っておるようだな。
アザモで会うとは驚いた。お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも益ある話。とせの昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり、さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、あざも